近頃私が作った二つの言葉をご紹介しよう。一つは潜在的宇宙科学。もう一つは空間滞在速度。潜在的宇宙科学とは、この宇宙そのものが大自然という機械なんだ。印象のこわばりを取り外すと、仕組みであるということに気がつく。それで状態としてあるこの現世界は、あらゆる次元、あらゆる空間の一つのまとまった現象位置である。そして存在しているということ。空間滞在速度とは時間のこと。時間とは空間滞在速度。空間滞在速度の緩やかなものは2000年も生きる江戸桜のように、この空間を滞在していられる速度、それを時間という。太陽が回っている。その周りを地球が365日かけて回っている。地球自身は左回り、反時計回りに24時間かけて回っている。それを時間という。それは地球人類がその中で、時間というものの中で囚われの身になっているということに早く気がついて、空間滞在速度を自在に操るようになる世紀がこの21世紀なのではないかということを考えています。学問をする中で、参考にしていただければと思います。